ターンテーブルを接続した pH メーター、電気伝導率計の測定値をパソコンに出力する場合の概要をご紹介します。本体はこちらの X シリーズの場合を紹介します。動画の内容はこのようになります。こちらが全体の接続図です。このように接続することで、 本体ででで測定ししたデータをパソコンで表示・取り出しできます本体とパソコン接続には USB ケーブルを使用します。こちらの品番で販売しております。また、市販品を使用することもできます。その場合の使用はこちらをご参照ください。なお、 充電専用の USB ケーブルは使用できませんのでご注意ください。本体とターンテーブルの接続にはこちらの当社販売の専用ケーブルをご使用ください。X ログは X シリーズのデータを出力する際に使用するパソコンソフトウェアです。 X シリーズを購入いただき、当社ホームページの会員制サービスサイトに登録いただくと、無料でダウンロードできます。登録には製品の製造番号が必要になりますので、お手持ちの製品をご確認ください。ソフトウェアの推奨環境、インストール方法、設定方法は、 X ログはこれらの記録方法が選べますが、ターンテーブル使用時は受信専用に設定します。測定実行を押します。本体のスタートを押します。 1>, 1つ目の測定が終了すると、本体から測定データが送られます。日時、測定項目、測定値などが表示されます。こちらに測定ごとの詳細情報が表示されます。測定が終了するごとに、本体から測定データが送られます。 ナンバーは一つずつ増えていきます。すべての測定が終了後、測定停止を押します。チェックマークがついていることを確認し、CSV 保存を押します。こちらの画面が出てきますので、保存を押して CSV ファイルを保存します。 CSV ファイルを表計算ソフトで開いてみましょう。1行に1つの測定データが保存されます。pH 構成時の感度や不正電位も保存されます。また、管理に便利な製造番号や電極型式も保存されます。以上でデータ保存の説明を終わります。 ターンテーブルを接続した pH メーター、電気伝導率計の測定値をパソコンに出力する際の概要を紹介しました。ご利用の際は本体および X ログの取扱説明書を参照ください。本動画はこちらの機種に USB ケーブル接続の場合の手順となります。 他の接続方法や吸気種についてはケーブルが異なりますのでご了承ください。ご清聴ありがとうございました。